ゴルフネット TV をご覧の皆さん、こんにちは。プロゴルファーの江澤彩です、今回のテーマはアイアンショットです。普段私がどのようなイメージでアイアンショットを打っているのかお伝えしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。やっぱり、アイアンショットはもちろんなんですけど、全体のもうショットでいうとやっぱりアドレスの向きがすごく大事になってくると思います、はい、向き、はい、やっぱりプロアマなんかで一緒に回ったお客さんだったりはもう大体みんなすごく右向いてますねものすごい右向いたりとかして、そのままナイスショットをして右に言ってて、あれ右だって言ってる人も多いし、でもそれを嫌がってやっぱ引っ張って引っ掛けたりとか、そういうミスになってる人も見かけますし、基本みんな右向いてます。だから結局違う方向いていいスイングしてナイスショットしてるのに、そこからまたスイングをいじり始めちゃったらもうおかしなことになっちゃうんで、その根本が治ってないっていうか、根本が治ってないから結局おかしなことになっちゃうので、だからそれだけやっぱり向きはすごく大事だと思います。まず基準にするのはボールっていうか、この飛球線の方向に対してまっすぐこの線というか、ガイドラインをこうイメージするなり置くなり、どこでもいいんですけど、とにかく目印になるようなところに置いて、私は外側にアウトサイドに引きやすいので、それを防止する意味でも外側にこうやって置いてます。こうやって置いて、この棒が線目標方向に向いてるっていうよりも、ボールが目標方向に向くようにこのスティックをこうセットしてあげるようにしてあげるといいです。はい、とにかくこれが一応ガイドラインにはなりますね。これに対してまず肩の向きをしっかりこうまっすぐに合わせてあげて、はい、でそこから腰のラインとかがイメージできるのはそこもまっすぐ、あとはスタンスですよね。まっすぐに構えてあげて、でこれがまっすぐが完成かなっていう感じですね。はい、で分かりづらかったらこういう風に持ってもらって、それは肩の向きだとしたらこれと平行になるようにこう構えてあげる。右向いてたらこういうふうにねじれてるし、左向いてたらこうなってるので、これできるだけまっすぐにこう合わせてあげるように。プロでも向きはすごく狂いやすくて、だからみんなやっぱ練習場とかでこうスティックを置いてやっぱ入念にチェックしてますし、はいね、結構ベテランのプロでも向きはすごく大事にしてるなっていう印象はありますね、練習場を見てて、はい、向きが狂うだけでスイングもおかしくなってきちゃうんで、はい、向きがあっててそれをそこからスイングに直してた方がいいと思います。はい、自信ボールをこういう風に持って遠くにこう飛ばす、重いものをこうやって投げないと思うんですよ、手で下半身を使ってというか、
体全体で重みを感じながらポーンってこう飛ばすイメージ、木を狙って打っていこうかなと思います。